ましておめでとうございます。今日は、三宮の町に来ていますけれども、やっぱりこうね、初詣に来られている方も多かったですし、屋台も出てまして、なんか懐かしい感じを味わっております。皆さんはいかがお過ごしでしょうか。私は昨日までかな家族で過ごしてたんですけど、妹たちとかね、妹、甥っ子、姪っ子とか母親、父親と、団らんを過ごしておりました。改めてなんかこう久しぶりに会 こう、ね、家族との時間っていうのはとっても貴重で、今回ね YouTube をスタートしてから結構妹なんかがとっても見てくれてて、それでなんかカバー曲とかもこう聞きながら癒されたとかね、そういうのを言ってくれるので、とても嬉しいなと思ってます。今年1年もいろいろと、そうですね、なんか流れに沿っていきながら、自分がこうだっていうのをあんまり強く思いすぎず、でも方向性だけは、こういう面白いことしたいなっていうイメージしながら流れをつかんで、笑顔の花をたくさん咲かせていきたいなと思います。そんな感じですかね。今日はそうですね、面白いことなんかあったかな。なんかちょうど、この間その甥っ子姪っ子がね来てた時に面白かった遊びがあって、遊びというかなというか、みかんをね、甥っ子が食べてたんですね。そしたらなんかこう口からこうみかんの汁がたらって垂れていたんですけど、それをちょっと遊びに変えようと思って、みかんを口に入れて鼻を押したらみかんジュースができましたとか言ってると、子供たちケラケラ笑うんですよね。なんか何が面白いやろと思うんですけど、なんかそういうたわいもない置き換えの話をしてるととっても楽しいみたいで、子供たちってなんか何でも笑うんだなとか思いながら、そういう遊びをちょっと生み出しておりました。また皆さんの面白い遊びがあったら一緒に遊んでくださいということで、今日はありがとうございました。いい正月をお過ごしください。さようなら。